何にする？おたもみキッチン。今日は肉汁が飛び出す激うまハンバーグを作ります。はい。お家で作ると肉汁全然出なくてパッサパサのハンバーグになっちゃうって人多いですよね。うん。肉汁ブシャーのためにはポイントがあるんです。材料はいつものハンバーグとほとんど同じです。牛乳入れるのがポイントかな。なんで牛乳入れるの？それは後で説明するね。それでは作っていこう。作っていこう。まずは玉ねぎをみじん切りにします。はい。できるだけ細かく刻むのがポイントだよ。玉ねぎが大きいとハンバーグに亀裂が入って肉汁が逃げちゃうからね。そうなんだ。次に玉ねぎをレンジでチンします。いつもはフライパンで炒めるんだけど、うん、炒めすぎると焦げの味がしたり玉ねぎの硬い食感が残っちゃうから、うん、今日は800ワットで1分間チンします。はい。サラダ油をまぶしてからチンするのもポイントだよ。玉ねぎはしっかりと冷ましてからお肉と混ぜたいから、ここで玉ねぎに牛乳を加えます。冷たい牛乳で玉ねぎも冷えるし、乳製品を入れるとお肉が柔らかくなるよ。だから牛乳入れるんだ。そしてパン粉、卵の順で加えるよ。お肉は使う直前まで冷蔵庫で冷やしておこう。ここに塩を入れてしっかり混ぜると乳化っていう現象が起こって肉の油でひき肉がコーティングされるんだ。これすごくポイントね。冷たいけど頑張ってこねてね。こねこねしたらさっき混ぜた玉ねぎたちを入れるよ。これでハンバーグの種は完成。あとは焼くだけだけど、ここにもポイントがあるよ。なになになに？ハンバーグを成形するときに手に油を塗ります。肉汁が外に出ないようにさらに油でコーティングするのさ。そんなの知らなかったよ。成形の時はしっかり形を整えて、ほらツルツルでしょ。そう、今おいしそう。焼く時はおへそは作りません。フライパンを熱する前にハンバーグを置きます。油でコーティングしたからフライパンに油は引かなくていいよ。だいたい厚さは2センチくらいにするとしっかり火が通るよ。ハンダもなったらやだもんね。中火で2分焼いたら優しく裏返して1分間焼きます。はい。こんがり表面が焼けたら水を入れて5分間蒸し焼きにします。なるとね、なるとね。火を止めて余熱で1分ぐらい火を通すよ。ハンバーグソースはウスターソース、酒、ケチャップ、バターを煮詰めるだけ。それでは完成です。肉汁ブシャー。わー。